どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっとリクエスト動画だったんですけど、このコテの使い方、基本的な方法をちょっとやってみました。例えばこう毛束の取る量だったりとか、温度設定だったりとか、まあ変な話、何秒巻きつけたらいいのかとか、結構そういう疑問って結構多いかなと思うんですけど、まあそれをちょっと簡単に今回は基本編としてちょっと作ってみましたので、いつもそれでお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。まずアイロンを巻いていくときに一番大事なものですね、はもう髪の毛が濡れてないことです。ここで髪の毛が濡れてると、やっぱりこの上から高温のアイロンをちょっと乗せるので、本当に乾燥の原因だったりとか、パサつき、ダメージの原因になるので、しっかりと最初は乾いてる状態からスタートしていきます。洗い流さないトリートメントだったりとか、巻き髪ローション、こういうのを使って乾かしてあげるとより乾燥が防げます。だいたい毛束を取って、ちょっと少なめの方がやっぱりいいんですけど、やっぱ少ない方がこうアイロンの熱がしっかりと、通りやすいので、カールの持ちがいいので、ちょっと少なめに取ります。で、だいたい今日使うアイロンが 25mm のアイロンなんですけど、 25mm のアイロンよりも少し毛束の方が多いぐらいの幅で取ってあげるとベストです。で、アイロンを巻くとき絶対必要なのが櫛です。櫛でしっかりと面を整えて、引っかかりがない状態にしてからアイロンを巻きます。するとツヤだったりとか質感が綺麗に見えるので、絶対に溶かすようにしましょう。アイロンの設定温度は120度でやっていきます。で、アイロンを巻くときなんですけど、基本的に、まあ、縦、例えばじゃあこっちで縦に内巻きに巻いたり、こっちが外巻きに巻いたりと、まあ反対に巻いたりするのが縦巻きと外巻きの感じなんですけど、本当にこう寝かしたりとか斜めにしたりとか、いろんな方法、入れ方があるんですけど、基本的には縦で大丈夫かなと思うので、ご自分でやるときには縦に入れるようにすると分かりやすくアイロン入れれるかなと思います。コテを入れる位置を説明します。だいたい中間ぐらいから入れるとベストかなと思います。それはダメージの関係上で、毛先の方がやっぱりちょっと乾燥だったりとかパサつきが多いことが多いかなと。で、中間の部分がどちらかといったらまだそんなにダメージがない状態になるので、アイロンの熱を毛先から巻いてしまうと、結構そのアイロンの熱で乾燥パサつきが進行しやすいかなと思うので、なるべく中間から入れて、毛先に滑らしながらコテを巻いてあげると、ダメージも少なく綺麗なカールが出るかなと思います。次に実際巻いていきます。で、中間から1回転だけさせて、でそのままスーッと滑らしていきます。で、中間から毛先に向かっての時間、だいたい3秒から5秒でこのぐらいのカールがしっかりとつきます。早すぎても遅すぎてもダメかなと思うので、皆さんご自分でやられるときは 3秒から5秒を、イメージしてやってみてください。もう一度やっていきます。縦に中間から入れて1回転だけさせて、そのままスーッと毛先に滑らしてきて外してあげる。すると大体このぐらいのカールがつきます。髪の毛の量が多い方だったり硬い方は140度ぐらいでやっていきます。基本的に140度ぐらいの温度設定でやってあげると綺麗にカールが出るかなと思います。あと持ちの関係上140度ぐらいの方がいいかなと思うので、多い方と硬い方はなるべく少し温度を高めにやってみてください。美容師さんとかはだいたい、まあちょっと慣れてるっていうのもあるので、もう本当に温度設定が160とか180度で
やっちゃう方が多いので、でもご自分でやられる場合はそんだけの高い設定でやると結構パサつきだったり乾燥の原因になるので、あまりおすすめをしません。でもしその温度設定でやるんだったら、もう本当に巻いてすぐに外すぐらい、大体もう1秒2秒ぐらいの間隔で外してあげると、まあ同じぐらいの変わるにはなるのですが、あんまりこう長時間置きすぎるとダメージの原因になるので、あまりおすすめしないので、この方法はやめてください。はい、こんな感じでお送りしました。で、おさらいなんですけど、まあ、固定の温度設定なんですけど、だいたい120から、髪の毛の多い方で140度ぐらいで、美容師さんとかは160、180でやるので、まあ、その温度設定ではあんまりおすすめしません。だいたい120から140でやってください。で、まあ、中間から、固定を入れて毛先に向かって滑らしてくる。で、まあ、だいたい秒数が3秒から5秒ぐらい、まあ、それ以上大きすぎるとあんまりちょっと意味がないので、だいたいそのぐらいを目安に巻いてあげるとベストかなと思います。今回は本当に基本的なやり方をちょっとお送りしました。また固定の使い方だったりテクニックの部分はまた今度次回の動画で作っていきたいと思いますので、よかったらそちらも見てください。今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。さよなら。